オペックの追加減産は何を意味するかと、ロシアに経済制裁を課していない国、このグローバルサウスの関係強化というのはものすごい勢いで今進んでいて、バイデンの石油増産というのはそのオペックの価格統制力にアメリカが政治的な理由で介入してきたと、サウジアラビアに報復をするという。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました。越境 3.0 チャンネル、本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内です。4月の8日14時大阪の方で行います。続日本人が知るべき2023年の中東情勢、こちら参加申し込み100名を超えてきました。たくさんの方々にお申し込みいただいております。今週の土曜日となりました。ぜひ皆さんよろしくお願いします。こちら急遽昨日決まったことなんですけれども、僕の本を、プレゼントするという、抽選で何名かにプレゼントするということが決まったそうですので、アゼルバイジャンの本なんかもひょっとしたらゲットできるかもしれません。大阪の皆さん、お待ちしております。そしてドルと原油と世界経済2023最新バージョン、来たる鹿児島ということで、5月の20日土曜日、こちら鹿児島の方で行います。為替アナリストのちょいやる先生と私石田和康でお届けします。ぜひご参加くださいということで、詳細とお申し込みは概要欄のリンクの方からよろしくお願いします。皆さんの参加をお待ちしております。そして本日は原油のお話、本日のテーマはオペックの追加減産は何を意味するかということでお話を進めていきたいと思います。昨日一昨日ですね、4月3日、オペックが、サプライズ的に、減産を発表したと、しかも今年の5月から減産を開始して年末まではそれを続けるということで、結構これ衝撃的なニュース で原油価格が5ドル以上上昇して、急騰したわけですけれども、これが何を意味するかという、そういったお話を今日はしていきたいと思います。まずはこちらのニュース。 Oil prices surge after OPEC supplies output cut。 OPEC の予想外の減産で原油価格急騰と、OPEC が追加減産発表して、でその減産量というのが、世界の石油市場の 1% ぐらいに、当たるということで、そこそこ結構大きなインパクトがあるわけですよ。この OPEC と OPEC プラス、OPEC というのは石油輸出国機構ですけど、その OPEC に加盟していない産油国、それを合わせて全部ひっくるめて OPEC プラスという、そういった石油の価格コントロールを行う世界最大の、カルテルの組織と、この OPEC のメンバーがサウジアラビア、イラク、UAE、クウェート、イラン、ナイジェリア、リビア、アンゴラ、アルジェリア、ベネズエラ、コンゴ、ガボン、赤道ギニアで、その OPEC に加盟していない OPEC プラスのメンバーというのがロシア、メキシコ、カザフスタン、オマーン、アゼルバイジャン、マレーシア、スーダン、バーレーン、ブルネイ、南スーダンということで、これらの国々が、今回追加減産を強調して発表したと。この横棒のグラフというのが日量の減産量ということで、こういった今石油の価格をコントロールしているそのOPECプラスというのは、どんな組織かというと、これ簡単に言うと、西側諸国以外の国々ですね。もっと噛み砕いて言うと、ロシアに経済制裁を課していない国。先日も越境 3.0 チャンネルで出しましたこちらの地図、ロシアに制裁を課している国が黄色で塗られた、G7 を中心とした西側諸国、これ日本も黄色に含まれるんですけれども、それ以外のグレーの部分がロシアに制裁を課していない国、ロシア・ウクライナ戦争においてはどちらかというと、ロシア寄りに歩み寄っている国なんですけど、こういった国を第三世界とかサードワールド、グローバルサウスっていうようなね、そういった国々で今これらの国々の中で経済圏が出来上がって、外交も貿易も軍事同盟も活発になってきて、関係強化の道に進んでいると。言い換えると、そのドルを排除して中国、サウジアラビアで原油決済を人民元に変えたり、ブラジルと中国で、ドルを捨てて元とかレアル建てて貿易決済を行うということが発表されたり、要はこの南側の地域というのが今ものすごい勢いで関係強化に進んでいると。もちろん原油に関してもこのグローバルサウスの関係強化というのはものすごい勢いで今進んでいて、その関係強化を進める上でこれらの地域が経済的にも力をつけてきている。 OPEC の追加減産は何を意味するかというと、これは西側諸国の挑戦状であると。世界的にも立場が弱くなって、経済的にも弱くなりつつある、アメリカ、イギリスをはじめとした、西側諸国、日本もこの西側諸国に追随をしているわけですけれども、これらの地域が、もう言ってみればお年寄り国家で、だんだん力を失ってきている。でその中で
グローバルサウスと言われている南側のこういった国々の連携強化というのが非常に強まってきて、この石油市場でも発言力を高めてきていて、それが今回 OPEC 追加減産ですよということで、西側諸国に挑戦状が叩きつけられたんではないかなという。今朝ツイッターの方でこういったツイートを流しました。越境 3.0 的にこういった図があります。石油利権100年の歴史、赤は米国、青は英国、オレンジはフランス、黄色は新興国で第三世界とかグローバルサウスとか言われる新しいグループ。 OPEC 追加減産の発表は黄色い世界の欧米に対する挑戦状でもあり、第三世界が急速に力をつけている表れでもあります。この今の図は、僕がちょっとまとめて整理したものなんですけど、石油100年間の歴史をぎゅっと詰め込んで一つの流れに時系列に沿って図を作っていったという、言ってみればその石油利権100年間の歴史という、そういう図なんですけれども、この図をちょっと欲しいよって方はぜひツイッターの方をフォローしていただいてダウンロードしていただければと思います。で、この石油100年間の歴史、石油の利権というものを作り上げてきたのがもうまさにこの人、アメリカ人のジョン・ロックフェラー。1870年、スタンダードオイル創業して、1937年、97歳でお亡くなりになってるんですが、その亡くなった当時の遺産は14億ドル、当時のアメリカの経済の 1.5% 以上が彼の遺産であったと。石油という魔法の液体を使ってタール、塗料、ワセリン、チューインガム原料など300以上の石油製品を開発したということで、彼の特許収入というのはもうものすごい莫大だったんですよね。そのジョン・ロックフェラーが作ったこの石油利権の歴史、もちろんアメリカ中心に世界が進んでいくわけですよ。アメリカの価格コントロール力とか発言力を持って石油というものは成長していくわけなんですが、最初はスタンダードオイル創業して、それがアメリカの反トラスト法なんかの影響があって何社にも分割されて、分割されたものがまた統合してということで、石油100年間の歴史というのは分割と統合の繰り返しの歴史なんですけれども、最終的にエクソンモービル、シェブロン、ブリティッシュペトロリアム、シェル、トタルといった、そういった西側の石油メジャーが世界でも非常に力のある石油メジャーとして生き残るわけですけれども、1970年代あたりから勃興してきたのが OPEC で、その後1990年代に新セブンシスターズと言われている7つの石油姉妹、サウジアラムコ、ペトロナス、ガスプロム、ペトロチャイナ、ペトロプラス、イラン国営石油、 PDVSA、 ベネズエラ国営石油という、こういった国々が力をつけてきて、で今さらにその勢いに拍車がかかっていると。もう新セブンシスターズはまさに第三世界のオイルメジャー、先ほどお話した関係強化を進めている南側の国々のオイルメジャーなんですね。ロシアに経済制裁を課していない、ロシア・ウクライナ戦争ではロシア寄りに歩み寄っている国々のこのオイルメジャー、そういったグループが今回追加減産を発表したと。この勢いに拍車をかけているのは去年7月のアメリカバイデン大統領のサウジアラビア訪問、これがねものすごいこのアメリカ OPEC の反感を買ったわけですよね。その当時何が起きたかといったら、ウクライナ戦争が始まってものすごいインフレが進んでいたんですよ。でアメリカのインフレを抑えるためにバイデン大統領はサウジアラビアに去年の7月訪問して、石油を増産してくださいねと。 OPEC が減産を検討しているその直前にバイデンはサウジアラビアを訪問して、 OPEC のリーダー国でもあるサウジアラビアのムハンマド皇太子と会談を行って、石油を増産して価格を下げてくださいと、そのような提案をバイデンはサウジアラビアムハンマド皇太子に行ったわけですよね。その会談を行う直前にもアメリカの当局者がサウジアラビアに電話をして、そのような話を持ちかけていたということなんですけども、それいつ行われたかというと、アメリカの中間選挙の1ヶ月前ということで、これ OPEC 側の受け取り方としては、バイデンの石油増産というのはこれ明らかに選挙対策じゃないかと、アメリカ国内の中間選挙でバイデンが勝つために石油の増産というのを申し入れてきたということがもうあからさまに見え見えだったので、サウジアラビアのみならずOPEC 各国の反感を買うわけになるわけですよね。 OPEC というのは、世界情勢を数年後まで睨んだ上で価格の調整というのを行っていくわけですけれども、その OPEC で決めた決め事、その OPEC の価格統制力にアメリカが政治的な理由で介入してきたと、これは OPEC にとって非常に強い反感を買ったわけですよ。何を言ってるんだと、ふざけるんじゃないということで、そのバイデンが増産を申し出たすぐその直後、 OPEC というのは予定よりも早めに減産発表を行って、石油の追加減産で価格をコントロールするという、
そのような対応に出たわけですよね。でこれに対してバイデン政権何をやったかというと、サウジアラビアに報復をするという発言をしたんですよ。石油の減産発表を決めた、まあ、OPEC とでそれの中心であるサウジアラビアに対して報復をするということで、まあ、サウジアラビアに対して武器売却の規制をするとか、サウジアラビアへの軍事作戦の提供を一切やめるとか、なんかいろいろ出てきたんですけれども、そのサウジに対して、まあ、強気な姿勢で出てきたのがそのバイデン政権ということで、まあ、去年の7月以降サウジとアメリカというのが非常にこのバチバチやり合っていて、サウジアラビアは中東の盟主でもあり、まあ、OPEC のリーダーでもあるんで、まあ、産油国の中心に立ってるわけですよね。そのサウジアラビアを真っ向から敵にしてしまった、まあ、アメリカということで、その7月にバイデンが行ったその提案とそれに対する報復という発言で、その後、まあ、実際アメリカがこれまでサウジに行ってきたこと、まあ、いろんなことが挙げられるわけですけれども、まあ、詳しくはね、この越境 3.0 チャンネルでも、まあ、バイデン政権の中東外交の失敗ということで、過去にこちらの動画5つの失敗ということで動画で解説していますので、こちらご覧いただければと思います。ということで、まあ、この OPEC と OPEC プラス、明らかにこの原油市場からアメリカを排除していこうという、そういった、まあ、動きになっているわけですけれども、その中でも中心に立つのが新セブンシスターズ、サウジアラムコ、ペトロナス、ガスプロム、ペトロチャイナ、ペトロプラス、イラン国営石油 PDVSA、この7カ国、7つのオイルメジャー、これがロシアに歩み寄っている第三世界のオイルメジャーということで、まあ、ここと西側諸国の原油戦争というのが、まあ、今後激化してくるんではないかなという、まあ、もちろんインフレというのは当然考えられますし、まあ、何しろそれ以上にエネルギー輸入国でもある日本の立場、どうすればいいのか、このままアメリカべったりの一辺倒でいいのか、それともこういった新セブンシスターズの国々、 OPEC プラスの国々との関係を強化していかなければならないのか、このあたりは非常に重要に議論すべきテーマだと思うんですけれども、まあ、皆さんのご意見いろいろと聞きたいと思いますので、ぜひコメント欄の方にも皆さんのご意見を書いていただけたらと思います。ということで、本日は OPEC の減産発表、そしてまあ石油メジャーの100年間の歴史と今後の方向性についてお話しさせていただきました。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。